すこやかっちゅん、のりさんのかき氷バージョン発売です。やりすぎじゃないですか俺、ね。まあ、コレクターズアイテムとしてはね、最高ですけどね。はい、こちらね、南米の民族楽器ケーナ、これはですね、長いサイズのケナーチョと言います。尺八ではありません。まことの心を知るは森のせい。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。レディオガガの高橋と申します。今日はですね、最近ね、私のチャンネルをね、見始めていただけた、いただいている、最近見始めていただいている方もね、かなり多いみたいですね。ご質問をね、多くいつもいただきまして、本当にありがとうございます。今日はですね、その中からですね、レディオガガの店内、この動画、こういう感じのね、昔サブチャンネルでもやったし、メインでもやったんですけど、レディオガガのね、ショップ店内が見たい、あとね、お店全体の雰囲気も見てみたいっていうんで、ゆるらしの方とかね、見ていただいてると結構ね、映り込んでいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、改めてね、まあ、お声もあるということでね、私がカメラを持って、ちょっとね、店内のご紹介なんかをね、させていただければと思っておりますので、どうしようかな。じゃあもう、行きますか。ね。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあカメラを。チェンジしたいと思います。はい、これがね、今私が撮影している環境ですね。おかげさまでね、結構遠方からね、いつもほぼ毎日のようにね、来ていただけるんですけど、お、ここが撮影しているところかと、まあ、心の中ではね、お、こんな汚いのかとちょっと思っているんじゃないかと思いますね。はい、こんな感じですね。ちょっとあんま近づくとマジで汚さが目立つんで、このぐらいにしてみますけれども。後ろの棚をね、後ろの棚をね、見たいっていうね、これが結構あるんですけど、まあ、ここに私のね、プロポがね、ずらずらずらっと並んでまして、81人台飾ってありますね。上に、なんだ。あれ見えねえな。あれ YZ2 かな。肉バギーと、なんかミニシャーシが置いてありますね。上の方にもね、実はね、ビッグフットとか置いてあるんですよ。あ、コミカラーバンドとかね。そしてこちらですね。はい、こちらはですね、私のマシン。タミヤ系のツーリングカーとかですね。私の思い出のマシン。タミヤのエンジンカーなんかもね、TG10 も置いてありますね。これ私の、503だったかな。ちょっと名前忘れちゃったな。これ私の好きなマシンでね、保存してありますね。はい、この下はですね、アソシコーナーとなっておりますね。かっこよく並んでるでしょう。ねえ、はい。これ私、コレクターズアイテムでね、スコアカチュー置いてあります。はい、ここにね、赤ベーコがあって、こちらですね、なんとお客様に頂戴しました。ファーローゼズの名前が書いてあるバージョンでね、本当にありがとうございます。これ飲めないですよね、こんなね。飲めないっすわ。動画には映りませんけどね、裏にはね、こういったものも置いてありますよ。下はですね、ツールケースね。あと、ここに、なんかどうでもいいものが、ちょっと汚いですけど、置いてありますね。で、こちらですね、横に、棚にですね、ずらずらっとマシンが並んでいる状況です。ここからですね、一応ピットの方。今ね、電気消してありますけどね、暗い状況ですけども、ピットが見えますね。そして、こちらね。あ、どうしようかな。これ入り口入った感じからこうね、お見せしますわ。あーちい。あち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 。はい。はい。まあ、主にね、初めて来られる方、あちらに奥に見える第一駐車場があるんですよね。あそこから入って見える方多いですね。脇を通っていただきまして、はい。こちらですね。入り口は、こちらになります。はい。ここをね、開けていただきますと、こんな感じでね、
今暗いですけども、もうちょっと明るい感じでね、こちらで半分点灯が見えまして、そしてここから進んでいただきますと、ね、で店内に入るにはここのあここねちなみにね充電器自由にお使いくださいコーナー主にね初心者さん向けになるんですけどもまあ、 あのベテランの方もね、まあ、使ってる方が多いですねはいはいで、こちらですね階段になっておりますこのまままっすぐ進むとですねはいもうちょっとね暑すぎるんで入りませんけど屋内サーキットですねはいこれが見えますね割とね大きめの、まあ、屋内としてはね十分なサイズかなと思っておりますんで、はい、おでこちらに、ね、自販機あるんですけど、最近今ごめんなさい片付いてないですけどねはいここで、ネットショップ発送業務やることが多いですねとはいここにマネキンがあってアパレルショップのようにですね、レディオガガの T シャツジャケットですねトートバッグ担いだマネキンがおります、なぜかペンヨン君ですね、はい、そしてここにですねレディオガガの、アパレルがこのようにね置いてあります。で在庫なんかもねこのパソコンでですねうちのネットショップを見てこうまあ主に自分たちが見るんですけどね、ここで見て確認して在庫なかったら裏から取っていくっていう日常となっていますね。はい、じゃあもう降りていきましょうか。ちなみにですねはいこちらまあ、どなたでも買っていただけます。炭酸水コーヒーコーラなどゼロコーラなど置いてあります。そしてここにはアイス200万円そしてぐるっと回ってじゃあ店内へ進んでまいります。ちょっと階段を降りていただきますとはい、階段降りてすぐにですねマスキングテープとかですねあとライトパーツ電飾関係のものですねここに固めてあります。あとここにですねフィニッシングペーパーであったりとか、まあそういったなんか、ちょっと模型屋さんっぽいものがね、置いてあります。はい、隣はですね、こちら。これもね、うち、ラジコンカー用のポリカ、PS だけ置いてありますね。TS というプラモデル用のものは、ちょっとうち、残念ながら扱っておりません。はい、そしてですね、うち、ざっと、まずお見せしましょうか。これがね、キットの在庫。そしてこちらがですね充電器やプロポ関係ですね。はい、コーヒーかなり煩雑に置いてあります。申し訳ありません。こんな感じでまあ基本的にタミヤさんが出している入門とか復刻系のものですね、まあ、特に TT 関係はもう切らさないようにね全種類揃えるように心がけています。はい、ここに、ね、ABC さんのねガンベードなんかもね置いてありますね。こちらが割とバギー関係ね。じゃあ入門用とかですけどね、上の方にはハイエンド車両なんかもね置いてあります。上、さっき映ってましたっけ。で基本的にうちですね回転が早い少量在庫を回転させていくタイプなんで、古いなんか特別なものとかそういうものはね全く置いてないですね。はい、フレッシュなものばっかりのお店となっています。この下にはですね何でしょうねこれなんかもう物置みたいなお方になってますが、バッグ関係とかなんや、ちょっと分かりますね。すいません。こちらがね、主にタミヤの TT 関係のオプションはここでちょっと固めてあります。見やすいようにね。で、ここにタミヤのミディアムナローのホイール関係とかですね、タイヤ関係が下にちょっと置いてあります。まあ、他にもね、タイヤ置いてあります。で、一応この中ですけども、ショーケースですか？この中にはですね、プロショップという自分の中ではね、自負があるので、やはり自分が実際使ってみたり、お客様にお売りするのに値するものかどうかって、まあ、ちょっと偉そうですけども、やっぱりこう、商品として、しっかりできているもの、アフターのもの、いろんなバランスが取れている。やっぱ専門店としてね、自信を持って取り扱っているもののみを、一応ね、入れておりますね。じゃあですね、こちらの階段のすぐ横の壁ですね。ここに、まあ何でしょう、ボンドとかテープとか、ちょっと汎用の小物ですね。まあ、ボディ補修とかそういったものかな、パーツクリーナーとかもね、置いてあります。そして、このお隣ですね。これはボディに携わる、汎用パーツであったりとかね、ウィングであったりとか、なんか、そんなもの、こうやって置いてありますね。そして、こちらありますですね。はい、ボディコーナーですね。まあ、タミヤさんが出しているものは一応大体揃えたいつもりでは一応入れていますね。はい。
で、こちらはですね、これ最近めっちゃ人気なんですけど、ABC さんの、ね、ボディですね。これしっかり添えてあります。これね、自分らの世代もうズキュンドキュンバカです。シティターボ2ブルドックですよ、これね。シビックもこの形ね。いやいや、この CRX にしてもそうですけど、さすが ABC。キュンキュンです、キュンキュン。ね、この M1 もね、キュンキュン来るでしょ、これね。ね。で、ここはですね、以前ミニオンコーナーだったんですけど、うちミニオンコーナーはやめまして、ネットショップとね、あと店頭ちょっとだけありますけど、ミニオンコーナーが変わってですね、まあ、ちょっとそのうち解消していくんですけど、ちょっと今のところ仮置きでね、こちらが、アソシの RB10LC レーシング関係ですね。とタイヤ。そしてここに、PR レーシング関係のものが今置いてありますね。これちょっとね、棚変えたいなとは今思っていますね。で、戻ってですね。はい。こちらですね。こちらはもうビス関係ですね。素材もそう、形も長さもそうですけど、うちができる範囲でいろんなタイプのビスをしっかりと揃えているつもりです。サイズが特殊なものとかもね、置いてありますし、ピロボール関係、ナット関係、ネットからシム関係ですね。そういったものは、なるべくとかね、頑張って、バリエーション深く揃えるように努力しているつもりです。はい、ここに、ピニオンですね。こちらもピニオン。こちらはターンバックル関係、あとピニオン、スパー、ピニオンみたいな感じで、まあ、基本的にある程度のオーラス効果ね、やって壊した時とか、困った時とかに、あれねって思っていただけるように、なるべくバリエーション広く、量は少なく揃えてありますね。回転をちょっとね、早くしたいっていうのがあるので。真ん中のレーンいきますね。真ん中のレーンはですね、こちらタミヤのツーリンカーの主にオプションとかカスタマー関係を揃えているところ。こちらはですね、なんでしょう。タミヤのその他のツーリンカー以外のバギー系とかも含めたですね、タミヤ系のスペアパーツとかをね、主にカスタマー関係をですね、取り揃えています。まあ、カスタマー関係はね、もう無限なんでね、ちょっと揃えたくてもなんか揃えきれないし、お店出すのも大変なんですが、まあ、よく動くものとかね、困りやすいものに関しては、揃えてるつもりですね。ここにバギー系のショック関係をね、ちょっと固めてありますね。でも隣、ここにベアリング関係をずらっと揃えております。はい。で、ここにですね、アロハのホイールだとか、ナリーブロックタイヤとかですね、皆さんの競技用のミディアムなどのタイヤですね、その他、ごちゃごちゃと置いてあります。で、ここがアソシエイテッドの、まあ、主にこの先はバギーコーナーなのかな、反対があります。で、ここはタミヤさんのシリコンオイル揃えてありますね。で、ここはケミカル類をちょっと置いてありますね。まあ、ケミカル類、いろんなメーカーからいろんな出てますけど、それなりにセレクトして、レディオカナリに置いているものですね、オーリン関係も揃っています。ショックオイルは、こちらね、インフィニティのもの、ギアデフォイル、そして横の性能、アクソンのもの、そして、アソシ。ね。これ私の趣味です。はい。タミヤさんのオーリン関係、そしてこちらがアソシのバギーのパーツを揃えてありまして、反対側が横もさんのパーツをというふうに揃えてありますね。階段奥に見えてですね、こちらバギーのインナーとかですね、タイヤ関係を揃えている形ですね。はい、こちら汎用のコネクター類ですね。そして、こちらもそうですね、汎用のコネクターコード類っていうのをですね、まあ、あたり大体こう固めてあります。ちょっとね、商品整理しないでごめんなさい。センサーコードずらりと揃えております。そしてここが、ハサミであったり、ね、ツール、あとファンとかですね。あ、ツールかな、ここはツールの場所になっておりますね。どうですか一応、そう、最近ね、ドリフトコースをリニューアルしたのをね、これちゃんと確か YouTube 上ではね、紹介していないと思う。いや、これでもちょっと暗い、暑い、どうしようかな。お、熱風。すごい熱風だ。ああ。いいなぁ、休みたいなぁ。よし、暗めっちゃ暗い、めっちゃ暗い、ちょっと電気つけるかな。はい。はあ、ちょっとね、今、ごめんなさい、電気つけなくて申し訳ないんですけど、はい、こちらですね、レディオガガのドリフトコース。今ちょっとね、ごめんなさい、ゴミ、そのうち捨てるんで、この辺のゴミが固まってるのを許してください。そのうち綺麗にしますね。こちらのドリフトコース。結構ね、サイズ感もですね、まあ、路面もピーターですし、結構ね、皆さん満足して遊んでいただけてる感じが嬉しいですね。で、こちら、一応ね、ピットスペースになってます。まあ、ドリフト関係やる方、こう取られる方多いですし、あともうあちら入りきらなくなった場合もですね、こちら使っていただける形にはしてあるんですけど、まあ、環境としてね、まあ、一応ですね、シャッターを全開にして、扇風機つけたら、まあ、昨日36度ぐらいになったんですけど、ちょっと入れなかったです。やっぱね、36度までこれちょっとこう入れないですね。でも、まあ、30度強ぐらいの時だと全然楽に入れるんじゃないかなっていう感じですね。はい。36度超えてる時はちょっと気をつけましょう。はい。ここにね、ちっこい自販機もあって、レディオガガはね、このような外観となっておりますね。もうちょっと暑いんで、戻りましょうか。ね、無理っすわ、無理。無理。一応ね、汚いけど裏の駐車場もお見せしておきますかね。あんまお見せしたくないんですけど、汚いんで、普通に。ここをね、早くアスファルトをするのはね、私の今夢までは言わないですけど、まあ、本当はね、今年どうしようかな、来年ぐらいかなって思ったんですね、こうアスファルトするのね。そしたらですね、ダートコースの老朽化ですか、特にこの角の方のですね、
基礎がねちょっと腐ってきたりとか、柱がだいぶ痩せてきたりっていうんでね、ちょっと不安だったので、もう土板しっかりするのにね、もう基礎しっかりやり直して、柱も建て替えてですね、まあ、完成してちょっと今ホッとしている状態ですね。はい。で、後ろの駐車場はこんな感じですね。はい。もう暑いんで戻りますわ。ちなみにあの奥へ行くとダートコースがあります。あ、涼しい。涼しい。はい。いかがでしたかね。以前出した動画の時と比べると、在庫がね、だいぶ増えてるんじゃないかなって思われた方いらっしゃいますか。そうなんですね。レディオカがですね、今ネットショップを始めて、今1年半ぐらい経つんですかね。最初はね、ほんと少量から始めたんですけど、徐々に、もうほんと徐々に在庫を増やしていってですね。で、うちはですね、まあお分かりの通りですね、まあラシコン専門店となってますので、ちょっとね、模型屋さんとはね、ちょっと在庫の感じとか、趣旨っていうのはだいぶ異なってくると思いますね。まあ、やっぱうちみたいなこのラジコン専門店のこう小規模の、ね、地方のものってなってくると、どうしても、まあ、そちらまで商品知識的なものもありますし、まあ、ラジコンサーキットやるってことはね、よっぽどラジコンが好きなんですよ。だからやっぱラジコンのものだけでいいやってわけじゃないけどね、専門性、まあ、模型は模型で専門性高い。ね、また違う楽しみがあったりするじゃないですか。まあ、そちらの方は専門外ということでね、やっぱこんな形態が多いんじゃないかなと思います。まあ、もちろん全国にはね、RC サキットもあって、模型も一緒にやってるってサキットさんもありますんでね、まあ、そこはね、通われる方のやっぱ趣味性によってね、いい悪いと決まってくると思うんですけど、まあ、うちみたいなね、その地方のミニマムな、RC 専門店、サキット所ってなると、まあ、このくらいが限界なのかなとかね、ちょっと思ってるとこですね。はい、まあまあ。あんまりね、やっぱね、商売をね、大きくしちゃうと、どんどん大変になるから。ね、私ね、32歳で始めた時にはですね、なんかこう、チェーン店作るんだとかね、石川県に店出すんだとかね、ってこう、そんな時もありましたけど、もうそんなパワーはないですね。まあ、この場所、この田舎のこの山の中でね、のんびりと過ごしていけたらなっていうスタンスのお店。まあ、お店の売り場としてね、そんなに魅力的ある売り場ではないっていうのはね、分かってはいるんですけど、まあ、一応このスタンスでね、やっているということで、まあ、ご要望にお答えさせていただきました。こんな感じでよかったですかね。それではですね、今日の動画、まあまあ良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。また、レディオカがですね、ウェブショップやってございます。あと SNS ですね、Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。